アムール・ブワッザは、フランス・エソンヌ・ケン・エブリー出身の、アルジェリア代表サッカー選手。ポジションは、MF、FW。主に左サイドを主戦場としているが、右サイドでもプレーすることができる。カットなりやすい性格がたまに傷で、れ、たびたびトラブルを引き起こす。イスラム教徒でもある。フラム時代アージオセールの下部組織で1年間過ごした、あと、ワトホード FC ユースへ移籍。 その後、トップチームに昇格し、中心選手として活躍。2005から06シーズン前半は、スーインドンタウン FC に、レンタル移籍をしていたが、シーズン後半はワトフォードへ戻り、チームを、プレミアリーグ昇格に貢献した。ワトフォードのフットボールリーグチャンピオンシップ降格に、伴い、2007から2008シーズンからは、フラム FC へ4年契約で移籍。しかし、 フラムでは定位置を確保できず2回のレンタル移籍を繰り返した。2009から2010シーズンからトルコのスイバススポールへ移籍するもトルコでの生活に馴染めずわずか5日で退団し2009年8月31日にブラックプール FC へ移籍。2010から11シーズンはリーグアンに初昇格した AC アルルアビニョンに加入した。 しかしクラブが一部で苦戦する中でも自身はリーグ戦のスタメン出場は3試合に止まり2011年2月にミルウォール FC へレンタルされる4月19日翌シーズンにより同クラブへ2年契約で完全移籍することが決定した2017年1月12日 リーグでのレッドスター FC93 から CLP-1 のエトワール・サヘルへ2年契約で移籍することが発表された。自身はフランス生まれだが両親がアルジェリア人のためアルジェリア代表を選択した。2010FIFA ワールドカップアフリカ予選では2次最終予選を通じて4試合のみの出場に終わったがアフリカネーションズカップ2010のメンバーには 選出されている。ありがとうございます。